団長、ルリア、久しいな。サンダルフォンさん、この空域に来ていたんですね。ああ、聞いたよ。ゼーガでの君らの活躍を。星の民リリスにバハムート・オルタ。まさに空の危機という局面での天将たる俺の不在。申し訳なかった。すっげえ大変だったんだぜ。まあ終わったことだし別にいいんだけどよ。それにしても破壊の竜の化身を打ち倒すとは相変わらず規格外だよ君らは。覚えているだろうか、俺と団長であの男と戦った時のこと。はっきり言ってルシファーのことだ。あまたの聖少獣の父、黒き十二枚羽を持つ打天使たちの王、この空に終末をもたらさんとした星の民。エテメン暗記での戦いは壮絶だったが、あの時と今回どちらが手ごわかったかな。比べられるもんじゃねえ気がするな。今回は井戸さんなしでは戦い抜けなかったかもしれませんね。君は団長の新たな友人か。皆世話になったようだな。ありがとう。俺からも感謝を。いい。ところでそのルシファーとやらはどれくらい強かったんだ。どれくらいか。仮にあの場に今の君が居合わせたらという体での説明でいいだろうか。今の君らの戦力を教えてもらえるだろうか。それをベースとしてビジョンがうまく伝わるよう努力してみよう。はい、いかがでしょう。この依頼を受けますか。頑張ってください。終末は間もなく成就する。最後の決戦だ。レスパー、不要品が得意点もろとも排除してくれる。無にキスがいい。無駄にはしない。だがこの程度で対等になったプラをするな。ルシフェル様の力を使っておいて。貴様少し黙れ。花子さん、ゆすれ2枚。何合わせる。いい流れだったね。まだ奴の力の底が見えない。無駄だ。一瞬たりとも気を抜くな。退路などない。さえよ刃。滑稽だね。いつまでそうしていられる気。いい感じね。遅い。貫く天使の力。そこから消えろ。諦めろ。奥義はまだ温存。仕掛けるタイミングを見極めるんだ。切り開く。なるほど。まだまだ不愉快だ。力の差を教えてやる。させるか。うるさいな。少し黙っていろ。
俺のことはいい、今は戦いに集中を。他の魔法陣は一体何なんだ。嫌な予感がするぜ。そうですね、どうにかして消していけないでしょうか。そう、でも足も出ねえ。あの結界が攻撃を無効化しているのだ。今は耐える時か。刃が滅びるより他はない。またへんてこなもん出しやがった。今度はどうすりゃいいんだ。これは四大元素の力か。何をしようとしている。まずいことが起きそうだ。あの羽を破壊できないだろうか。一刀も打つ。まだ叶うと思っているのか。さらに無の境地に打ち震えろ。奴の剣だ。剣を破壊しろ。任せて。消えてもらう。この攻撃は必ず止めなければ。全員の最大の攻撃を叩き込めないだろうか。最大の攻撃、奥義ってことだな。一戦に全てをかける。見事にエルバインやった。カヨッコだ。これでおしまい。さようなら、サンダルフォンさん。すべての最悪に終止符を。アインソフロール。キラリアブソリュートゼロ。お姉さん、次も頑張るね。今、全てを滅ぼそう。願いを、約束を、俺は守る。パラダイスロストは、パラダイスロスト。さあ、最終決戦だ。よし、やってやろうぜ。無駄にはしない。これが俺たちの力だ。まだそうだ。まだ出てきて。さらに、まだ逃れられるか。運命とは言えんな。ルシフェル様の肉体の力を暴走させているのか。
ついて対処しよう。もうお前ら二人しか残ってねえぞ。
反撃と行こうや。心配かけちまったな。さえよ刃、メイク打ち合う。これが真理よ。一撃だ。アルスラグナ、すごいです。ヒルヒラクわが敵に。あの羽を破壊するぞ。ありがとう。今反撃するぞ。大事に歌方に散る。これ以上したらボズの汗を突撃必殺。ミユ、感謝。認められる。名曲打ち破る。消えてもらう。そこ、この空もろとも力から。残された全ての力を放出するつもりか。止めましょう。絶対に。ああ、やらせるわけにはいかない。打ち破る。いいか、一位精神に前。誇張時、絶滅か。さあよ、おいでんさん。追撃は任せな。隠しろ。先月、ガラスの櫛な。目、下がる。まだ残ってる。うなる。壮絶な戦いだった。さっきより調子いいだろ。シルエットが強風は勝負を終えず、他の団員にもビジョンを伝えたい。どれ、希望するのならば善処するとしよう。切り捨てごめん。いい感じね。引かねば。さよなら。